アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは。野田すみれです。今私はグラビアの撮影で宮古島に来ています。今回、印象に残ったシーンは、なんていうの、ゴルファーとしてこう水着を着てスイングするっていうのはなかなかいつもないことなので、でも筋肉の、見せ方、なんか動きだったりとか、なんか体の細かい部分の動きもすごい、やっぱ水着とかだとこうなんか分かりやすいのかなとか思ったり、意外といい考え方だなと思いました。とってもおすすめな内容となっておりますので、ぜひ見てください。以上、野田すみれでした。バイバイ。撮影中一番苦労したことは、その砂浜でダッシュして、結構往復ダッシュしたので、そこが結構疲れました。かなり足使いました。一番印象に残ったことはやっぱりゴルファーなんで、水着でゴルフってあんまり想像してなくて、でも現実に意外と分かりや、なんか教える、ゴルフのレッスン教える時に意外とあの水着の方が分かりやすいんじゃないかと思いました。体の動き的に。はい、座右の銘はがむしゃらにです。常にがむしゃらに、なりふり構わずというか、かっこつけずにがむしゃらに生きるっていうのが座右の銘です。2作目の自己評価は100点ですって周りのスタッフさんが言ってました。はい、でも1作目の時はやっぱり初めてだったので、ポージングだったりとか、しゃべりだったりとか、やっぱり全然、やっぱり2回目やっぱ経験1回すると違うなって思いました。2回目にしてはよくできたかなって思います。ゴルフ初心者に効果的な練習法は、まず打つことよりもお尻を鍛えること、スクワットが大事ですね。毎日1回100回ずつやると結構お尻でゴルフするので、お尻の筋肉を鍛えると結構うまくいきます。今後挑戦してみたい仕事は、喋るのも結構好きなので、バラエティだったりとか、女優さんだったりとかもちょっとやってみたいなって思ってます。ゴルファーとしても女優さんとしてもバラエティでも活躍できるように三刀流、グラビアも頑張ります。応援してください。